はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サクスペですね、7周年記念ということで大感謝祭ガチャが来ております。で、今回は、最終兵器虹谷が新登場となっておりまして、他の、2人、復刻している2人ですね、ルミナちゃんと、挑戦のマリナちゃんということで、まあ、あの当主3キャラになってます。で、サクセスの方が現在はですね、あのシラスの強化とフリートの強化が来ているんですけれども、まあ、あの投手を作る際は、フリート強化の方が作りやすいかなというところがありますので、まあ、あの特攻キャラのね、挑戦マリナちゃんが復刻しているのかなと思います。で、今回、最終兵器の虹谷がデビューしているんですけれども、まあ、あの持ってるものとしては、まあ、あの思考のスターターというものですね、まあ、これ自体は先発投手として出場時、投手能力がすごくアップするということで、まあ、サクスペでは今回思考のスターター初登場に、なってる感じです。まあ、なので、まあ、投手作るときはまた虹谷入れて、思考のスターターつけて先発を、作り直していこうかなという感じです。で、あと他にはですね、選択権があるんですけども、7周年の選択権で、この選択権自体はまあ100体ですねから選べるみたいなので、まあ欲しいキャラを取っていきましょうという感じです。あ、ここには書いてないか。厳選100体の中から1体選んで手に入れることができますと。まあちょっとバナーチックな感じで、まあこういうキャラがいますよと。まあ詳細は、またガチャの詳細のところを見れば載ってるかな、100人分という感じです。で、ループガチャになってまして、70連でバナー PSR が確定で、特になんか割引で引けるっていうことはなさそうなので、ワンループで 250×7 でしょ、で1750なんですよ。で、今4028あるんで、多分2ループできると思うんで、3500でちょっと2ループやっていこうかなと思います。で、まあ、今回あの新登場の最終兵器虹谷自体は、まあ、50連のところで SR が確定してますという感じです。まあ、あの PSR 選択権もちょっと2枚もらえるんで、2ループやっていきましょう。ガチャを引く。なんもない。一応2倍にはなってるけど。ちっこいルミナちゃんは PR 初か。まあ、ちょっとね、復帰してるんで初キャラがいっぱいいるんだけど、武田くんだっけ、モダくんだっけ、もう名前すら忘れちゃったよ。あ、一応虹谷でね、長くやってる方々でしたら、まああの通常の虹谷がね、かなり育ってるはずなんで、まあ素体さえ手に入れば全然レベルはね、あの高くできると思うんで。で、ここはサイガとかね、昔強かったよな。サイガだ、やったーみたいな感じだったけど、あれサイガってでも別バージョンとか出てんの？多分出てないと思うよね、わかんないけど。あ、PR の虹谷。あと普通の虹谷はだから持ってないっす。だからガチでここで出たやつで強化していくしかない。まあ R とか PR の普通の虹谷は持ってるかもしんないんだけど、 SR の虹谷持ってないんで、ここら辺はいいよ。2枚入ってる。あ、これエジプト高校のなんか偉い人か。あ、ルミナちゃん、普通の SR が出た。あ、ミオちゃんね、東条もね、東条は何個かねバリエーションが出てるんで、これ誰全然わかんねえ。知らんキャラが出てきた、この女の子。一応プロフィール見る。さまざまな競技の知識を持つマネージャー、全然わからん。で、40連目、これはバナーか。そう、もう演出とかはね特にって感じなんで、てか出が悪いな、2倍の。あ、虹谷くんありがとうございます。まあプラゴでは使いたいよね。ちょっとどういうテーブルしてんのかわかんないけど、一応 SR35 見てみると、タック自体は、あ、でもタック80いくんだ。骨指120で技術ボーナス、得意練習率アップ。ああ、いいですね。さすが虹谷だよな。伸び、脅威の切れ味、ドクタケ、強い、まさに最強だ。いや、そりゃサクセスで作ったキャラよりは弱いけど、
で、ここは、あ、ここに虹谷が来るのか。おい、2倍どうなってんだよ。ピックアップ率2倍、全くだな。で、60連目、ここが PSR か、普通の PSR で、ちょ、2枚入ってる。おお、やったぜ。やっぱね、ただのこういう PSR 枠で限定キャラ来てくれるといいよね。しかもまたなんか出てきたんだけど、 PSR しかも知らないし、誰これ、どうなの、どこキャラですか。ちょっと見てみましょう。カイル・モラレス、あ、装備、装備とか生って守備と総力か、混ざってしまった。アスリート、あ、これなんだっけ、アスリート高校みたいなのあったよね、そこのキャラかな。まあ、最近のキャラはね、もう何かしらの上限アップがついてないとちょっと使い物にならないんで、まあ、それはさすがについてるよねっていう感じでした。一応なんか PSR 出た。で、 PSR 選択権ゲットです。で、バナーの PSR ですね、70連目いきます。1枚、おお、いいねいいね。あの、被るのはね、もう全然大歓迎なんだよね、もう解放できるから。虹谷やたら出てくんな。普通の虹谷も入れて何人いる、 1,2,3,4,5,6,7 人虹谷がいいんだけど、どういうあれよ、虹谷ピックアップだなマジで。さあ、ここで、ループしましたので、70連目まで終わったので、また1回目というところになります。もうワンループしていきましょう。じゃあ、ちょ、2ループ目はなんとかしてよ、本当に。なんもねえじゃんけ、なんなんマジで。これ全部2倍効いてるよね。10連ガチャずっと SR、PSR、出現率2倍。まあだから PSR は出たんだけど、なんか SR の出が悪い。基本なんか確定枠しかないんだけど。あ、せっちゃんね。昔はマジで喜んでたけどな。まあ今はっていう感じだよね。で、選択権。え、だって確定枠以外何が出てる？大して出てないよね。あ、ここはそもそもさ、2枚入ってんだ。あ、全財。他は普通。ちょっとあとでその確定枠以外何個出たか確認してみようかな。全く出てないんだけど。こういう重要な時にね、なかなか出ないっていうのが。なんかもしかして割と爆死してる？虹谷、あ、1個入ってる。あ、しかも鈴木、普通の鈴木。これはちょっと虹谷どこまで通常の SR 持ってけるかだよね。で、ここはまた、まあ、おお、いいねいいね。ルミナちゃんが上がってくれるのはかなり嬉しいかな。全ルビナかぶりしてほしいもん、もうむしろ。ここもね、ルミナが出てほしい。じゃあ、もうこの際。おお、いいねいいねいいね。まあまあ、それ考えればさ、結構いいか。だって PSR ってさ、なかなか解放できないよ。SR をプラゴにして、まあプラ1とかにね、なる可能性があるから、ちょっと何も見てなかったんだけど、まあ、あの、全体的な出現率は悪かったけど、まあ、ルミナちゃんの PSR がかなり出たのが、それはいいかな。練習効果アップ30、練習効果アップ10もついてる。まあまあまあ、いいね、 OK です。という感じで、まあ7周年記念大感謝祭ガチャは、まあルミナちゃん祭りでしたというところで、まあちょっとどこまで解放できるかはあれなんですけれども、まあまたね、あの、解放したら、フリート高校で投手やっていきたいと思います。
そんな感じで、今回は終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。